もう慣れたもんだぜ、ミスケ戻ってきました。プロフェッサーに大きく一歩近づいたの。今日ケントいないの？天沢。高梨さんからプロフェッサーの裏サイトの情報を教えてもらったのか？ええ。ええ。今ちょうどそのサイトを見ていたところでした。どうやらこのサイト、ダークウェブ上にあるそうで、はあ、通常の手段ではアクセスできないそうです。ん？ダークウェブ？つくもが詳しそうだな。うん、詳しく話を聞いてみるか。はい、ダークウェブって何ですか？天沢、ダークウェブって？通常のインターネットの一番奥深くにある、いわばネットの闇の領域ですね。怖っ。ネットの闇の領域というと？私たちが普段見ているサイトは、サーフェイスウェブやディープウェブと呼ばれるものだそうです。はあ、サーフェイスウェブはブログやショッピングサイトなど、誰でもアクセスできるサイトのことですね。ディープウェブというのはメールサービスや企業のサイトなど、特定の人しか見られないサイトです。へえ、勉強になります。そうなんだ。ですが。ダークウェブはそういったサイトと違い、通常の手段では決してアクセスできないそうです。え？アクセスできない？ネット上にあるサイトなのに？ええ、うん。検索エンジンに引っかからない上に、専用のブラウザでないと閲覧もできないそうで。まさに法の目が届かない完全なるアンダーグラウンドな世界。本当の意味で何でもありのサイバー空間です。なるほど。ほう。だからネットの闇の領域ってわけか。迂闊にアクセスするとウイルスにも感染しそうだな。そうですね。興味本位でアクセスすると危険だと思います。また、ダークウェブは非常に匿名性が高く、様々なサイバー犯罪の温床にもなっているそうです。詳しいね、天沢ちゃん。助かるよ。代表的なものは、ブラックマーケットですね。そこでは、この世のどんなものでも購入することができると言われています。この世のどんなものでも、か。拳銃とかも買えるのか？それどころか偽札や戸籍、偽造パスポート、売買禁止の動物まで買えるそうで、殺人の請負いをしているという噂もあります。まさに何でもありだな。プロフェッサーの裏サイトはそんなところにあるのか。ええ。しかも学生向けでもあるんだろう？ええ。もっとも裏サイトは、もっぱら生徒の願い事の書き込みが中心のようですが。プロフェッサーのサイト、見れるのか？八神さん。これがプロフェッサーが作った星稜高校の裏サイトです。はあ、うん、おう、どれどれ？見た目はよくあるネットの掲示板だな。どんな書き込みがあるんだ？もしの回答を知りたいだとか、片思いの子を振りまく、ヤフー知恵袋なん？片思いの子を振り向かせたいだとか、いろいろな願い事が書かれています。可愛いもんだな、ここら辺は。中には叶った願いもあるみたいですね。もしの回答は有料で販売もしているようです。それって。もしの回答って、学校や予備校のサーバーをハッキングでもしないと入手できないよな。察するに。できるのでしょうね、プロフェッサーには。もしくはできる人物が仲間にいるのかもしれません。なお、裏サイトを閲覧するには学籍番号、学籍番号で登録する必要があります。教師や保護者の閲覧を防ぐ目的でしょう、なるへそ。なかなか考えてあるな。闇のサイトでも学生にとったら楽園なわけか。八神さん、この踊るウサギっていうハンドルネームの人の書き込みを見てくれますか？踊るウサギ。全国高校生ダンスジャムの決勝大会当日。おっと？決勝大会当日、三崎高校ダンス部エース、のりづきゆりえを怪我させてほしい。やるのは決勝大会。彼女たちがステージに上がるその直前だ。期待に溢れたその時を狙ってくれ。最高のステージで最大の屈辱を味合わせてやるんだ。できればあの可愛い顔に怪我をさせてやってくれ。ん？三崎高校ダンス部ののりづきゆりえ、その名前、どこかで。どこかで、ああ、予選大会で見たあの、匠先輩の幼馴染。はい。ええ。元アイドルで三崎高校ダンス部のエースです。しかも、この書き込みをした人物、どうやら、星稜ダンス部の部員である可能性が高いようです。さやかかな？なんだって。恋敵さやか？なんだって。間違いないのか。この踊るウサギという人物の発言を過去に遡っていくと、そう推測できるんです。星稜ラビッツ。で、踊るウサギ？安直すぎないかな。例えば、ダンス大会当日に顧問の愚痴を書き込んでいたり、練習に困っていることを掲示板で相談していたり。バカな。
ラビッツの誰かがノリズキへの暴行依頼を。そんなバカな、そんな子がいるとは思えません。ヤガミさん、この踊るウサギの要望に応えるためにプロフェッサーが動く可能性があります。まずいな。ああ、暴行依頼ね。ええ、どうやらダンス部への潜入引き続きお願いする必要があるようです。オッケー、了解した。いやー、ノリズキユリエよ。もうダンス部行くしかないじゃんな、そんなのな。いや、あ、ダンス部かな。でもさやかじゃないと思う。正々堂々とうちのさやかなら、部長さやかなら戦うわ。恋愛ってそうじゃなきゃダメだもんな。だから元アイドルだもんね、ノリズキユリエちゃんは。で、急に引退しちゃったわけだ。熱心なファンなんじゃないか。僕たちファンは君のこと信じてたのにアイドル辞めちゃって、そんなキラキラした青春許さないよっていう応援する気持ちが愛情が愛憎に変わったんじゃないだろうかって推測します。どうでしょうか、名探偵八神天帝。はい、ダンス部向かいましょう。もうダンス部とミステリー研究会の往復、こんにちは。暴力依頼。ん？お、あの子、あー、戻ってきました、高梨ちゃん。八神さん、マイカのことを説得してくれたみたいでありがとうございます。ありがとうございます。あの、こないだはお世話になりました。エースが戻ってきてくれてよかったよ。はい、はい、これで偉人町ダンスコンペティションの決勝はなんとかなるかもしれません。彼女こそダンス部の花なんですから。花か、ふふふ。これから先は清涼ラビッツのアイドル、マイカちゃんに任せてよ、言うね。いや、いいじゃんいいじゃん、雰囲気は良くなったけれども、お兄さんは笑ってもいられないんだよな。だから子供の世界でこんなね、なんか掲示板があるんだったら大人の世界でもって思っちゃうよな。江原さんも、プロフェッサー的な殺し屋に依頼したんじゃないかとか、ならなぜ自分が痴漢で捕まる必要があった、しっかり本編も思い出しているっていうね。優秀優秀。はい、進めます。こんにちは八神さん。決勝戦次行けるのかな。ならば行きたいね。練習しておこう。はい、決勝戦は新しい曲オンザビーチを踊れってことだろう、きっと。ロックダンスノーマル一回練習してみるか。ターボーのいる世界戦でノーマル。よし、まあ、レッスンだからな。何度失敗したっていい、立ち上がればいいんだよ。後ろにいるの高梨ちゃん。あ、やっぱ無理だわ。かっこいいよ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 、かっこいい。これ楽でいいわ、ありがてー。 EX 振り付けありがてー。全部これになればいいのに。はい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 。あー、忙しいね。ずるいね、2つボタン押せなんて。セッションなセッションな。ほいほいほい。曲がだんだん分かってきて、乗れてくる。乗れ、もう乗れない、乗れない、もう乗れない。曲調が、あー、やっとボタン2つ押すのにも慣れてきたよ。おい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 。あー、いやいや、もう急に指とか刺すな。指刺すときは指差し確認しますって言ってくれ。あー、まあまあまあ、クリアはできるじゃん。いけるね。いつでも来いよ決勝戦。いい感じだと思います。まあ頑張ってび、頑張ってび、そんなもんそんなもん。それじゃ今日の練習はこれまで。みんなお疲れ。お疲れ様でした。パパ活以上の問題が。お、八神さん。あの、八神さん、ちょっと付き合ってもらってもいいですか。やだ、告白。ん？ん？何？とにかく大変なんです。大大大事件なんです。来てください。お、おい、ああ、おい、引っ張りだこだな八神天帝。退屈しないぜこの高校。ん、なあ、高梨さん、どうしたんだ。大事件って何。友達からこの辺だって聞いたんですけど。どこかな。あ、いた。何、説明が足りない。あ、あー、コトコだ。放課後来てくれた。やっぱ糸倉さん美人だね。こう見ると頑張れ。開けるんだ、その扉を開けるんだよ。あれは糸倉だよな。何やってんだ。ゲーコトコ、学校に来たんだね。なあ、ミスケンの部室に行くつもりだったんだな。いや、
いや、別に。ほら、遠慮せずに行こう。いや、でも。ねえ。ほら、行こう。天沢先輩、歓迎してくれるって。くぅ、好きなミステリー小説の話できると思うぞ。制服に着替えて学校に来る。勇気出してくれたんだな。あ、難しい顔してなんか読んでるぞ。八神さん。あ、何？なんか文句ある？一応天沢ちゃん3年で先輩だろ。いきなりこの喧嘩腰である。文句あるなら帰るけど。いいえ、何もないよ。うん、大人だな。ようこそ、糸倉さん。ミステリー研究会3人目の部員だね。部員少な。兄弟で経営しています。糸倉、改めてよろしくな。まあ、気が向いた時に来るかも。ミステリーは嫌いじゃないし。アガサ・クリスティ全巻さすがっすね。ミステリーの教科書ですもんね。ふっ、割といいの揃えてるじゃない、天沢先輩。有名どころは一通り家にあるよ。なんなら家のコレクション持ってくるけど。ただでいろんなミステリー読めるのはいいかも。糸倉さん。そうだ、糸倉さん、一緒にミステリー批評の同人誌を作らない？いいじゃない。実は今カーの作品を分析してるの。カーカー、最近新訳が出たっけ？絶版で読めなかった密室講義もようやく読めるように。本格ミステリー割と渋いの読んでるね、女子高生。よかった、本当に。ああ。おー、上がった上がった。チームワークの指導力がやっとレベル2になりましたよ。この調子で参りましょう、先生。ああ、徐々に徐々に物語が進んで仲間も増えて。何すればいいんだ。またダンス部戻ればいいのか。僕はすぐ戻っちゃうぞ。 OK です。はい、ダンス部戻っちゃいます。決勝戦行っちゃおうかな今日。いけそうじゃない。いや、偉人町ダンスコンペティションでは三崎高校出てないから心配はないのか。全国大会の方で、あのライバル幼馴染の身が危ない。元アイドルってのも気になるし、恋敵ってのもな。気になるけどな、うちの子がそんな依頼をするかな。ね、どんどんやっちゃう。すぐ物語が発生するから助かるわ。マジで？みなみ、マジマジ、職員室の前の廊下で見たし。でもどうせ部活には顔出さないでしょ。まだいるの、幽霊部員。なんだ、どうかしたのか？八神さん、なんか、そっちか。顧問の米門先生が学校に来てるらしいんです。顧問？全然学校に来ない人だっけ？はい。なんか超久々。どうせすぐに帰っちゃいますよ。そうか。それじゃあちょっと挨拶に行ってくるかな。え？挨拶に？一応ダンス部に出入りしてるわけだし、とりあえず会ってみるよ。どんな人？見た目は？髪の毛がボサボサで青白い顔してて、いつもヨレヨレのシャツ着てます。年齢は25歳だったかな。若いからかな。若いからダンス部押し付けられたって口かな。わかった。わかった。それらしい人がいたら話してみる。なるほど。職員室でご挨拶だ。そうだよな。今俺がみんなのことまとめてます。八神です。ってマウント取ってやろう。米門先生、学校自体来てなかったんだ。部活動の顧問だけサボってるわけでもなくて。まあ、先生も仕事といえどな。なんだこいつ。この人じゃない？米門先生。美しい横顔はしてるじゃない？何を見てるの、こんなところで。ボサボサとまでは言わないけどな、髪型な。米門先生、この人かな。失礼ですが、米門先生ですか？青白いし。でもちゃっかり第二ボタンまでは開けてる。確かにな、顔青白くて、幸薄そう。誰です？ミスケンの外部指導員をやってる八神という者です。最近、ダンス部にも出入りしてて。理事長から聞いてます。あの子たちのこと、見てくれてるなんて助かるな。どうですか？彼女たちのダンス。気にしてはいるんだね。順調です。振り付けもバッチリで、予選大会突破したんですよ。あのダンスの振り付け、僕が考えたんですよ。ダンスは得意なんです。そうは見えない。そうなんだ。
ところでダンス部の子たち、門倉先生が来てくれなくて困ってるそうなんです。顔を出していただくわけにはいかないですか？それがダメなんです。え？ダメ？どうしてです？あなたにはわからないでしょうね。失恋で仕事休んでんのか、舐めるなよ仕事を、なんて。あ、やばい、老害が出ちゃった。ごめんね門倉先生。まあまあ20代、そうよね、そんなもんよね。失恋か、失恋ってやつなんです。はあ、ああ失恋。僕の好きだった子が僕と一緒でダンスが好きで、うん、ダンスを見ると彼女のことを思い出して吐き気がするんです。だからもうダンスは引退せざるを得ないんですよ。ゲロを撒き散らし意外と面白い先生だった。ゲロを撒き散らしながら踊る先生なんていても迷惑でしょ。確かに大迷惑。ああだからほらこれあげます。ああ、ポップダンス教本くれるんだ。これは振り付けの教本。もう僕には必要のないものですから。そうですか、ダメそうだなこりゃ。ああ振り付け覚えたけど、門倉先生は相変わらず来てくれないんだ。ああ門倉ダメだったわ、失恋したんだって。まあしょうがないよね、そういう心の傷って目には見えないからさ、どれだけ辛いのかって分かってあげられないもん。まあ分かってあげる気もなかったけどね。門倉頑張れ、頑張るんだよ。女なんて星の数ほどいる、お前のような好青年を振るその女が悪いなんて言ってやってもいい。私立校の教師なんてな、割と将来安泰だと思うんだけど。まあ八神先生は経験ないか、失恋したことないですって顔に書いてありますけど。はーい、ダンス部コメカド会ってきたよ。失恋して落ち込んでるっぽい。なかなか可愛いやつであった。あ、八神さん、コメカド先生どうでした？ダメダメ、全くダンス部に来る気ないってさ。やっぱり俺たちで何とかするしかないみたいだ。大丈夫ですよ、八神さんがいればすごーく頼もしいですから。コメカド先生なんかより。みんなね、そうだよね、みんな。あんまそういうこと言ってやるなって、うん、振り付け考えてくれたんだろ。うん、八神さんがいれば文句なし。かっこいいし優しいし、予選も突破できちゃったし、よせやい。相談相手としても頼りになるよね。とこんな感じで八神さんのダンス部での評判は急上昇中みたいですよ。はあ、そうか。まあ協力は惜しまないつもりだけど。ってことで、もうコメカド先生なんかいなくたって大丈夫です。あ、もう居場所なくなっちゃったコメカド、ごめんな。まあいいのか。はいはい、また踊れば話が進む、この流れだね。教本もらったな、その振り付けも見てみたいかもな。でも曲調に合う振り付けとそうじゃない振り付けってあるんだろう。今はロッキンの方がいいのかな。うん、どんな感じ、一回見てみるか。あ、手が多い、足は何も動かさないの、手技って感じ。ポッピン、あ軟体動物系。ほう、いいじゃんこれ。あ、ロボットダンス的な。あ、うわ好き、うわ好き。あー、まあ私から見てですけど、木村くんっぽいのはこれとこれですね。まあ私の目からしたらフリーだとこの振り付けよくやるかもしれないタクヤって思うね。ポッピン、ポッピン名前可愛いしな、一個ぐらい入れとく。これ入れとくか。よし、レッスンへゴー。はい、よしやるか。練習あるのみ、オンザビーチ、練習オンザビーチ。あー、もう圧巻だね。オッケー、慣れてきた。曲調ももう掴んできたから、ほら見てくれよ、パーフェクトしか知らない女。しれっとナイス出したね今。あ、はい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 、うまい。あー、おー、いいよ、よかったね。はい、おお、忙しい忙しい、こんな忙しいことはない、年末年始、年末年始って感じ、指が年末年始だよ。あ、はいはいはい、うまくなってる私。あー、うー、オッケー。もう見慣れればいいのよ。見慣れんなこのイケメンは。なんだ、びっくりした、ぶっ倒すぞ。はいはいはい、いいよいいよ、ラストスパート行こう。よいし。
鼻が出てきた。あー、ここね。顔上げてはにかんで一番好きかも。スローモーションで見たい。コマ送りで。はい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 。おー、分かってきた。おい、よいしょ。はい、よし。あー、もう分からない。三角がどこにあるのかも分かんなくなっちゃうから。あー、おー、これポッピン、これポッピンじゃない。あー、くねくねして俺がエースじゃん。ごめんな高梨ちゃん、いいとこ取りしちゃって。あー、忙しい。なんだこれ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 。もうできない気抜くとできないわ。すごい、ダンス部のみんな股関節が大事なんだね。どうどうよ。来た。来ました。うー、よかった。出せるようになったらこっちのもんよ。オッケー。偉人帳コンペティション。コンペティションって言いたいだけ。みんな、うん、もう完璧、バッチリだったよ。今日の決勝戦、今日の決勝戦優勝を目指そう。行くしかねえわ。はい、もうセンターは高梨ちゃんになってくんのか。矢上さん、うん、今日は偉人帳ダンスコンペティション決勝大会ですね。うん、うん、いよいよだな。さやか、ところでさやか見た、のりづきゆりえの動画。動画上げてんの。うん、すごかったね、ダンス動画。ん、何の話。昨夜突然動画投稿サイトに三崎高校ダンス部のダンス動画がアップされたらしいんです。ほう。しかも再生回数あっという間に20万、高校生ダンス20万。でもまあ元アイドルのゆりえがいるし、そのネームバリューもあると思うけど、すごいな。相当上手くないとそんな回んないよな。20万回食う夢の数字、もうそんなに言ってるんだ。ああ、俺たちもそういうのを出した方がいいのか。でもネットに顔を出すのは怖いよな。すごいな、さすが元アイドル。でもアイドルとして話題になってるだけじゃないっぽいです。実際私も見ましたけど、ダンスがすごくって、私見とれちゃった。おー、基礎もユニゾンも完璧、構成もユニークだし、ソロも超ハイレベル。あー、なんか威嚇してきてんのか、動画上げることで。今回の大会が終わったら、のりづきさんたちのあのダンスと比べられるのか。全国大会か、やばいよね。みんな、ほら、大事な大会の前にそんな顔してちゃダメだ。忘れちゃいけない星稜ラビッツのモットーがあっただろ。ダンスを楽しむ、ダンスを全力で楽しむですね。おう、そうだ、ノリ好きたちの動画に動揺するのは仕方ない。だがステージに上がったら全力で楽しむ。みんないいな。はーい、いけいけ。しゃあ、また俺が引率するしかないよな。早速行っちゃおうぜ、決勝戦。挑戦するっきゃないわ。大会へ行っちゃいます。ガシガシ進めちゃうからね。よし。たくみ先輩、最近顔見てないな。ゆりえとデートしてから会ってないんだけど、あの白状者。今日来てくれるかな偉人帳ダンスコンペティション決勝大会か。ワクワクしてきた。みんな、よし、みんな練習の成果ぶつけてこう。はい。あ、ゆりえ来た。さすが元アイドル、可愛らしい顔して、スカートが短い。あ、ねえ、見た。何よ、バチバチしてる。いいぞいいぞ、取り合え、匠を取り合え。あー、見ただけ言って帰ってったんだけど、何この女。くー、引き込まれるじゃねえか。何だったの。例のダンス動画のことじゃない。あ、そういうこと。でもなんでわざわざ聞いてきたのかな。あの子、この会場に用はないはずなのに、さやかに喧嘩売りに来たに決まってんだろ。もしかして西園たちの大会前に動画を上げたの、星稜ラビッツへの対抗意識だったんじゃないか。今日はビビってるかどうか確かめに来たとか陰湿。そうなんですかね。ビビってないよな、星稜ラビッツ。いつも通りやればいいんだ。練習でできたことは本番で必ずできる。オッケー。この衣装マジでいいよな。あんな激しい振りしてもハットが落ちない。不思議。行こうか。ノーマルで生かしてくれよ。大会モードゴー。さあ行こうか。八神先生はいいよな、可愛い教え子たちのダンスを客席で見れるんだから。私だって客席で見たいよ。はあ、やっぱ緊張する。うわ、客多いな。予選より全然2階席、スタンド席も埋まっちゃってるもんな。注目されてる。
緊張しちゃダメ、緊張しちゃダメ、逃げちゃダメ。お客はかぼちゃ、お客はかぼちゃ。かぼちゃかぼちゃかぼちゃ。みんなダメだよ。緊張しないって思うと余計に緊張しちゃうんだから。うん、堂々としてるな、高梨ちゃん。え、そうなの？うん。うん。むしろ緊張してる自分とちゃんと向き合うことが大事ってダンスの先生が昔言ってたよ。それにステージ始まったら観客のことなんて吹っ飛んじゃうよ。ほら、清涼ラビッツのポリシーでも言ってたよね。ダンスを全力で楽しむ。何回も繰り返すね、それね。伏線か？伏線張ってくれてんのか？全力で楽しんできなさい。頑張ろう。うん、楽しんだもの勝ちだよ。緊張だって楽しんじゃおうぜ。おう、さすがエースだな。みんなあっという間に笑顔に。この子はチームのムードメーカーなのかも。明るくていい子ね。いろんなパパから人気だったのもうなずけるわ。それじゃあみんないつものやるよ。エンジン組んで。清涼ラビッツ、明るく元気に楽しく、せーの。よっしゃ、決勝戦頑張るぞ。おう、行ってこい。いいよな、八神先生は。これから客席へ。ちょっと高雪パパ、ビデオ回しといて。ビデオ回して、私家で見るから。パパって呼んじゃった。キャッキャッ。ビデオ忘れないでね。教え子たちの頑張りを見たいのに。頑張るぞ。うわー、かっこいい照明。あ、いきなり圧倒されちゃったわ。あんたたちのオーラによ、花がある、花があるぜ。よし、八神点っていないなら楽勝楽勝。おい、はい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 、もう声出していくね。私も部活動だから。はぁはぁ、はい、いいよいいよ。ミスさえしなければな。はい、見てるか、のりずき。これが俺たちの踊りだ。あー、あー、ダブルセンターなわけか。やっぱりさやかと高梨ちゃんが。はい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 、まあいいよいいよいいよ。よかった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 。みんな決まったよ。ダンス踊れるってかっこいいな。やっぱな、羨ましいね。大丈夫でしたか、八神天て。うちの子たちはどうでしたか。いいね。うん、まあ、ビー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 。本番にやばい。いいよ。よかったよかった。優勝、優勝できる。あ、また司会はこの人だ。それでは続きまして、本日の最優秀校の発表です。偉人町ダンスコンペティション。見事ナンバーワンの座を獲得したのは、お願いお願い、頑張ったんだ、お願い。清涼高校、清涼ラビッツだ。ふぅーふぅー、高い衣装買った甲斐があったぜ。あ、のりずきもビビってんじゃないか。お、あれはしっかり見てはくれてる。今日は一人かよ、敵情視察。あなたは清涼ダンス部の八神だ。外部指導員の八神だ。ぶっちゃけどうだった？ぶっちゃけ今日のうちのダンス部、素直になれないか。やはりあのエースの子、彼女がいると違いますね。正直今日は驚きました。ただ他の子はまだまだですね。しっかり敬語は使うんだね。そうか、まだまだか。ですがあの子たちの持っているダンスを楽しむ力、そこだけは評価できます。上からだな、ゆりえ。いいよ。あ、そう。以前に小さなコンテスト会場で見た時から気になってました。あの子たち下手くそなのにとても楽しそうだなって。なるほど、さすがだな。よく見てるじゃないか。それが清涼ラビッツ一番の強みだよ。全力でダンスを楽しむ。あ、お疲れ。八神さん、やりましたよ。あ、西園さん、エースの子が戻ったみたいね。だけど彼女の実力に頼りすぎじゃない？え？一輪の花と雑草じゃ、うー言ってくれるね。雑草が邪魔になるだけでしょ。むしろ雑草なんてない方が綺麗かもね。ちょっと言葉選びのセンス、ユリエセンス、最高のライバルだぜ。雑草くーなんてやつ。西園を煽って闘争心をかきたてるぐらいには余裕ってことか。こりゃ先が思いやられるな。強いな、元アイドル。でも優勝はできちゃった。ええ、早く全国大会行かしてくれよ。ユリエと戦わせてくれよ。ああ、なんだ？ん？天沢からメッセージだ。
うん。八神さん、その後、踊るウサギの調査どうですか？のりづきゆりえへの暴行依頼の件です。うちの部員に踊るウサギはいなそうなんだよな。みんないい子で。大会に参加されていたようですが、何かわかりましたか？いや、今のところ特に進展はない。引き続き調査を進めるつもりだ。実はその件について新情報があるので、部室に来ていただけますか？了解。あんま絵文字使わないタイプ？てんて。新情報か、このタイミングで？なんだろう。このタイミングで、また新たな書き込みがあったんじゃないか。もう行くしかない。もうごめんなさい。ユースドラマ行くしかないわ。もう完結させよう。ユースドラマを先に。もうどこで区切ればいいのかわからない。もう完結するまで突っ走っちゃいそう。八神先生側がストップかけてくれないと、これ以上は本編を進めないと、ユースドラマ進展しませんぐらい切り上げてくれないと私の手は止まらないよ。困ったもんだな。ちょっと新情報は聞こう。天沢ちゃんから新情報は忘れぬうちに聞いておきましょう。うん。踊るウサギ清涼ラビッツ？いないと思うな。門倉か。門倉、あ、ことこ聞いてる。お。糸倉も来てたのか。まあね。暖房代の節約になるからとか言って何読んでんの教えて。反抗期の娘を持った父親の気分、そうか。目見てくれないのね、寂しい。天沢。うん。で、天沢、話したいことって？実は一つ、嫌な情報がありまして。ん？嫌な情報？西園さんが使ってる、ユッターのアカウントを見つけたんです。ユッター、SNS か？それでですね、西園さんのユッターのユーザー名が、踊るウサギだったんです。いや、西園は、そんな暴行依頼しないと思うけどな。なんだって？なんだって？見てください。何して、ハッキングしてる？難しいことよくわかんない。偶然じゃないのか？清涼ラビッツ、踊るウサギ。誰でも思いつきそうなハンドルネームだけどな。だといいんですけど、ただ、偶然にしては符合するものが多すぎる気もします。西園さんには動機もあります。のりづきゆりえが怪我をして大会を辞退すれば、ヒイラギ君を奪われることもなくなりますよね。まあそうだけど、あの西園が暴行依頼をするかな、な。ありえない可能性を排除していった結果残された可能性は、それがどんなにありえなそうに見えても真実に他ならないことこ。急にことこ。シャーロック・ホームズだってそう言ってたよ。探偵なら真実から目を背けちゃダメだと思うけど、八神さん。だが、まだ確実な証拠があるわけじゃない。あのさ。それなら八神さん、一ついいこと教えてあげようか。やめろよな、怖いよことこ。表向きおとなしそうで真面目な生徒ほど、裏ではとんでもない悪だったりするんだ。いくら教え子だからって、簡単に信じない方がいいと思うよ。ああ。ご忠告どうも。お前は分かりやすく噛みついてくれるから助かるわ。天沢。うん。ひとまず、引き続き調査を進める。何か分かったら連絡するよ。調査しますよ。分かってますよ。ま、せいぜい頑張ってよ。名探偵、八神さん。糸倉。いいか、糸倉。お前もミスケンの一員なんだ。関係ないって顔してるが、今度、協力してもらうからな。え？なんなら、潜入調査でもやってみるか？お前がいつも読んでるのをフィクションだってことを教えてやろう。これからはノンフィクションだ。なんで私が。八神さん、実はその潜入調査について、お願いしたいと考えている部活があるんです。来た！新しい部活に潜入できるのか？もう少しで必要な情報がまとまりそうなので、まとまりましたら連絡しますね。ああ、わかったよ。わかったよ。次はどんな部活なんだろう？早く情報集めてくれよ。よし、今日はここで終わりにしましょう。新しい部活潜入する前に一旦、ほんと一旦本編には戻っておこうかなって思います。ユースドラマやばいね、沼だね。本編も再度も楽しんで参りましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。演劇部とか入れば？ロミオ顔やん。自分ロミオ顔やんな。